E Radio Lakeside FM Station. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Let's talk about all kinds of stuff. To all listeners, we'll bring you joy. This is Charge. We are E Radio 77.0. 時刻4時を回りました。皆さん改めましてこんにちは。 E ラジオチャージ、ひなこです。さあ、私もマイクの前には一人なんですけども、ちょっとドキドキしております。なんとですね、まあ、シーガーアイドルコレクション聞いてもらったと思いますけど、迫ってきましたね。3月22日です。来週です。このシーガーアイドルコレクションスペシャルということで、出演者のねみんなにね電話がつないでるんでございます。誰とつながってるのか声聞かせてもらいましょう。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。あれ聞こえてる、きなこの声。あの、生まれて初めていっぱいの人と電話で喋るんやけれどもね、自己紹介を一人ずつしてもらってもいいかな。はい、それではまずグループ全員でご挨拶したいと思います。お願いします。皆さんこんにちは、東京女子流です。はい、お願いします。お願いします。東京女子流のみんなと電話がつながっております。お願いします。私の声はみんなに聞こえているのね。はい、あ、そういうことなのね。みんな久しぶり。お久しぶり。いや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 、みんないてくれてるんやね。はい、はい。あ、ほんまに。ほな、喋りたい人から、あの、あーちゃんですとか、ゆりですとか言って喋ってくれる。なあなあ。なこさん、久しぶりです。あ、久しぶり。もしもし。こう、みんながこう、見えない中で、こう、電話でもう、初めては5人を前にして喋るのは。さあね、いよいよ4がアイドルコレクションが近づいてきてんけど、今週は東京女子流のみんながチャージ、月曜日も火曜日も登場してくれてて、明日も登場してくれるのでありがとうね。はい、はい。なんか昨日もね、つむつむの話してくれてたな、つむつむ。そんなことも聞きながらですね。いやー、どうですか ?1 回目の滋賀アイドルコレクションも来てくれたけれども、3回目も来てくれるってことでめっちゃ喜んでんねん、きなこ。おーゆりちゃんがさ、一回目な、終わった時に、あの、また呼んでくださいねってきなこに言ってくれたんや。はい。ほんで、もうまた、あの、来てもらえることになって、もう嬉しいと思って、ゆりちゃんどうですか?日課今回、岸賀にまた来てくれるということで。本当に、あの、滋賀でなかなかこう、自主ライブできる機会がないので、うん、すごく今回また2回目ということで、すごく嬉しいです。ねえ、私もです。ありがとう。で、去年12月にはみんなのライブも私行かせてもらって、まあ、どんどんパワーアップしててさ、もう涙出たわ、ほんまに。ね、なんか可愛いから、大人っぽくすごくなっていってるよね、みんな、深みがね。ありがとう。でもなんか、あーちゃんとかにはきなこさんの鍵とかなくしてないですとか、なんかベランダとかからね、なんか登ってないですかとか言われてさ。なんかその話を聞いて、うんうん、大丈夫ですか今。今もな、忘れ物用すんねや。気をつけてください。ほうやね、ほうやね、ありがとう。逆に心配してもらって嬉しいです。で、じゃあ、あの、滋賀アイドルコレクションね、3月22日なんですけども、出演アイドルがもう決まっておりましてね、ジュースジュース、チーキーパレード、ドロシーリトルハッピー、ガレット、ディアナスイート&プレディアナ、そして未来スカートで、もちろん東京女子流のみんななんですが、なんかコロナ禍で気になるアイドルちゃんとか、仲いいとか、あの、初めて会うとかいろいろ思う人いる?誰でもいいから名前言うてから喋って。はい。はい。はい。今回、あの、7組のグループさんと一緒にやらせていただくんですけど、うん、東京女子流と、うん、ドロシー・リトル・ハッピーさんと、うん、ガレットさん、この3組で、うん、JR コップウェーブというものをやっていて、うん、そして、今回、その3組で、そこにね、行かせてもらうというか、滋賀でライブをやらせていただくので、うん、滋賀も盛り上げつつ、JR コップウェーブもこの3組で盛り上げていけたらいいなと思います。うわー、ありがとう。そうか、集結するわけやね、3組が。うわうわうわ。いやさ、リスナーさんもさ、滋賀にこんなにアイドルが1日で集まってくれるなんて言って、興奮状態やね、みんな。嬉しいわ。それで、今日忘れちゃならない、さ、もう一個忘れちゃならないことがあった。今日ね、タイムスケジュールが発表されたんです、はい、ついさっき。で、東京女子流のみんなは、もう、またもや鳥ということで、鳥です。ありがとうございます。
もうどうやらか各アイドルがやった後最後の鳥ですけれどもね、どんな気持ちでやすか。いやもう、うん、鳥は毎回緊張するんですけど、でも、もうこの前みんなでちゃんとセットリストも考えて、あ、考えてくれたんや。はい、そうなんですよ。だからもう女子流も魅力、女子流の魅力が伝わるような、それプラス会場全体でもなんていうんだろう、盛り上がって楽しく終われるような、ステージにしたいなと思って、そうやね、ちょっといろいろ考えてるので、うわあよろしくやで、楽しみに待っててほしいですね。じゃあもう東京女子流に託しましたので。はい、最後ねアイドルコレクションを締めてもらういうことで、うわうわワクワクするね。そして今日は3月11日ですね。今日やんね、ニューシングル Stay With Me リリースおめでとう。ありがとうございます。すごい、またこれ新しい東京女子流の顔が見えてきましたね。ありがとうございます。そうやね、いろいろみんな分担しながらやってるのね。はい、うん、アピールしてもらっていいですか、この新曲 Stay With Me。じゃあまず作詞したみゆから、はい、作詞したみゆちゃん、はい、今回私山部みゆが、作詞をやらせていただいたんですけど、今日発売ということでたくさんの方の手とか耳に届けばいいなと思っていて、聞いてもらうときに、やっぱ大切な人、自分の好きな人とか、恋人とか、家族、ペットとか友達とか、本当に自分が思う大切な人を思い浮かべながら聞いてもらいたいなと思います。はぁ、本当にちょっと切ないけどありがとうの思いが伝えたい歌詞になってるもんね。はい。ねぇ、みえちゃん書いてくれました。そして続きまして。じゃあメインで歌ってくれてる人に。はい、ひとみちゃん。はい、ひとみです。はい。今回、メインボーカルとして務めさせていただいてるんですけど、本当に、この、Stay With Me の思いをたくさんの方に伝えていきたいなと思うので、こちらでも歌っていただき、歌ってくれるかな？歌っていないので、ので、ちょっと楽しみにしていただければいいなと思います。はい、もう今期待しちゃいました。ありがとうね。でビデオはこのめいちゃんがね、またメインでね、はい、そうなんですよ。いやもう撮影の時はめっちゃ不安で、もうすごい心細かったんですけど、もうメインの表情とか仕草で。この曲の良さをさらに知ってもらえたらいいなと思いますので。大きな目と大きな口で語りかけてましたよ。本当にね。で、また、これビデオクリップっていうか、PV 撮るときもみんなの集合したときも寒そうやったね、これ。バレてる。バレてる。バレてる。そうか、寒い中みんなすごい素敵な衣装をね、着てくれて。もしもし？はい、ひなこちゃんからのお知らせやねんけどね、話すね、みんなね、もうちょっとマイクに近づけてもらっていくっちよ。ごめんな。5人の声が一気にいろんなとこ大丈夫？いける？大丈夫です。 OK、 ありがとう。生まれて初めての5人との電話やからね、ごめんね。じゃあまたこうやって新しい東京女子の新曲が発表されて、どん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 これからの女子流にご期待くださいって感じやね。はい、お楽しみにしています、みんなの成長ね。はい、では最後にね、これまた滋賀アイドルコレクションもチケットが1枚でも2枚でもいっぱいの人が来てくれるように、一人ずつね名前言って、あの滋賀の皆さんにアピールしてもらっていいですか。意気込み聞かせてください。はい、こんにちは、あのです。はい、あちゃん。はい、このね、滋賀、まず私はやっぱり関西が、大阪出身ってことでやっぱ関西大好きなので、やっぱしかも滋賀も昔は結構通わせていただいて、そう、ありがとうやで、いつも来てくれてたもんね。3年前ね。そうなんですよ、なのですごく大好きな場所なので、はい、すごく楽しみにしてますし、盛り上げていきたいなと思うので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ありがとう、待ってます。はい、山部美優です。はい、美優ちゃん。はい、はい、東京女子流が滋賀に行かせてもらうのは約1年ぶりなので、こう最近やってなかった曲とか、滋賀でまだ披露できてない曲とかをたくさんできたらいいなと思いつつ、やっぱりたくさんの7組のグループさんが出るということで、この7組でこう1日でこう滋賀を熱く盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとう、期待しています。はい、はい、新井ひとみです。ひとみちゃん。はい、今回7組の
グループさんと一緒に共演させていただくということで、うん、あのすごい楽しみにしているんですけど、東京女子レバー鳥を務めさせていただくということで、そうそう結構ですね、うん、もう皆さんと一緒に盛り上げて、うん、もうライブを盛り上げていったらいいなと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。頼みました。はいはい、中井ゆりです。はい、ゆりちゃん。はい、私もあのと同じくもう関西出身で、うん、あのきなこさんにはたくさんお世話になったんですけど、こちらこそ。はい、そのね、滋賀で今回はすごいなかなかできないコライブ、そしてトリオを務めさせていただくということで、うん、やっぱり普段見られないね、滋賀のファンの方にも、あときなこさんにもぜひライブ楽しんでいってほしいなと思うので、皆さんできるだけたくさんの方に見に来てほしいなと思います。ぜひお待ちしてます。はい、かぶりつきで見てるね。はい、はいはい、メイです。メイちゃん。はい、今回の滋賀でのライブは本当に女子流だけじゃなくてたくさんのグループさんが出るということで、うん、なんか本当にそのグループグループのなんかなんていうんだろう、個性っていうか魅力がたくさん詰まってるライブになるんじゃないかなと思うので、うん、こうその全チームのパワーを感じてもらえるように、滋賀の皆さんに感じてもらえるように女子流も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はーい、ありがとう。一人一人決意あふれるね、アピールをしてもらいました。もうまだまだ喋っときたいところやけれども、また当日22日みんなに直接会えるの楽しみにしてるしね。はい、ねえ、なんかこの前チキパのね、マリンちゃんもね、なんかあーちゃんとかゆりちゃん会えるの楽しみにしてるって言ってたよ。おーおーおー、ねえ、そんな共演も楽しみにしております。はい、じゃあ今日は本当にみんなありがとうね。みんな揃って出てくれてありがとうございました。ありがとうございました。東京女子流のみんなでした。じゃあ、最後にみんなで曲紹介をお願いしてもいいでしょうか。それでは聴いてください。今日発売の曲です。東京女子流で。Stay with me! さあ、来週に迫った滋賀アイドルコレクションに出場してくれます。出演してくれますね。東京女子流の5人全員と電話で繋いじゃいました。みんな本当にね、楽しみにしてくれてるみたいで、私もワクワクします。東京女子流ちゃん見たことないっていうね、皆さんもぜひ来てほしいし、今日先ほども言いましたように、滋賀アイドルコレクションのタイムテーブル、たった今さっき発表されましたので、ぜひラジオのホームページからでも見れますが、私の方からも皆さんに発表させてもらいますね。まず14時45分からはオープニングアクト、未来スカートの4人が飾ってくれます。そして15時からいよいよスタートという形になって、15時5分ディアナスイート&プレディアナ、続いてガレットで、ジーキーパレードと来て、ドロシーリトルハッピー。そして5時を回ってきまして、ジュースジュースが出てきて、最後トリを務めるのが、17時45分、東京女子流。18時15分がエンディングってことなので、もう、3、4、5、6、もう4時間 !4 時間のもうダイナミックな滋賀アイドルコレクションになりまして、その後が特典会という流れになってますのでね、もうなんかもう、この日はお得感満載ですね。お腹いっぱいです、ほんと。楽しみに来てくださいね。3月22日日曜日、安文化ホール大ホールで開催いたします。滋賀アイドルコレクション J ガールポップウェーブサポーテッドバイ生メール、私きなこももちろんお邪魔しますし、一生懸命ね司会を務めさせていただきますので、リスナーの皆さんとも会えるのを楽しみにしています。お届けしたのは今日リリースです、東京女子流 Stay with me でした。